今日は珍しく配信開始30分前に起きたので、ちょっといい感じですよね。寒いですか？もこもこ靴下、もこもこ靴下履いてる。何？うわ、引っかかった。違います違います、ワンちゃんがいる。このドアより向こう、カリ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 ってやってる。まあ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 、あの30分前なんでね、言っても。半年に来ました、ありがとうございます。おはようございます。昨日夜公園終わりの帰り道、花火上がった。嘘、私気づかなかった。ワンちゃんのお披露目したことあるよ、お前。ちっちゃい方。おはよう。なんか、あ、5時間半くらい寝れました。あ、嬉しい。そんな、ハト、だるま、ありがとうございます。朝に強くなってきた。強くはないよ。本当は、アラームアラーム、ポチ。5時間と届け、ありがとうございます。その配信見れてない。え、だったとしてもメールにも載せてる。早速 DM してみました。ありがとうございます。いちごいちごストロベリーストロベリーいちごストロベリー。今日も仕事準備しながら見てますよ。ありがとうございます。頑張ってね。お仕事か。そうだよね。リスクもありがとうございます。おはよう。50回にしたので星だけもらってきますね。ありがとうございます。私は。タコさん、ありがとう。
工場カウント完了ありがとうございます。リラックマありがとうございます。もう脳みそが揺れてた。ストロベリーハートありがとうございます。いちごいちごストロベリーストロベリーいちごストロベリー。声も出ないし。おはようございます。声も出ないよ本当に。昨日公演めっちゃ楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。そうだよもうね、もう疲れちゃった。だるまありがとう。本当に眠そう。毎朝あの朝一配信の時はまだ脳みそ寝てる。何も喋れないもん。おはようございます。おはようございます。今日も一日おはようございますとか言ってる。今から昨日の DMM 赤い部で見る予定です。あ、そうなんだね。楽しんで。大きいテレビとかに映し出すの。ハートありがとう。大抵を変えましょう。どこ行った。ない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 。リラックマありがとうございます。今日はどこかお出かけする予定。する予定ない。水分取ってますか。今日はまだ一滴も取ってないです。やばいよね、水分取らなすぎて。
ートだるま、ハートだるま、ハートだるま、ありがとうございます。ハートありがとうございます。今日はちょっとずっと なんだっけ00分スタートじゃないのが ございます。今日はちかなさんの卒業公演があるので、その時間は皆さん公演に劇場に行かれる方はあれだけど DMM で見ましょう。その時間は避けてあるはずです。多分避けてなかったらちょっと教えて。レインボースターありがとうございます。17時半から2時間半予定って書いてあったから、多分大丈夫だよね。だって17時半までやって、そっから20時半まで3時間空いてるから、だるまありがとう。リラックもバラありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう、声が出ないな、おはよう。
ございます。今日は晴れてポキポキ日和、ポキポキ日和、なんないわ。本人も実感がない。そうだよね。だってまだ歌って踊ってんのに。あと3日後には卒業してるとか、実感わかないよ。リラックマンありがとうございます。どん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 私の部屋にタイムテーブルの紙が大量発生してる。ありがとうございます。フル完了ありがとうございます。プチ50完了ありがとうございます。肌ありがとう。なんかさらには、うん、眠そうな顔してるし、声出ないし、肌も乾燥してきちゃって、なんで？冬なんだからさ、あのさ、湿度あるはずじゃん。なんでこんななんか声出ないの？おはよう。なんか乾燥してるとなんかファンデーションとかもこうジャ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 って割れてきちゃうんだよ。だからね、ちょっと保湿しないといけない。エアコンつけたまま寝てない。エアコンつけないエアコンつけてない。いびきかいてんのかな、これ。自分で寝てるからわかんないけど、フル完了ありがとうございます。ハードドルまたの、全然厚塗りじゃないんだよ。なんかファンデーションのあのピッてワンプッシュあるじゃないですか。伝わる？ファンデーションのケースで、あのこうプッシュ式で、でもそう、ワンプッシュも使ってない、3分の1プッシュぐらいでここにだけ塗ってる。西江戸監督ごめんね。ありがとうございます。レインボースターありがとう。ポーって寝息は言ってないよ絶対
ル完了です。ありがとうございます。そこだけひび割れてくるっていうか、ここにしか塗ってないんですよ私。フルコース完了しました。ありがとうございます。なんかそのファンデーション買う時もめっちゃその担当してくださった販売員の方に、結構乾燥されますかって言われて、はいすごくって言って、なんか夏とかはこうここがあのテカりやすいけどめっちゃほっぺ乾燥しますって言ったら、そうですよねって言われたので、デパートコスメの店員さん認定のめちゃめちゃ乾燥肌。おはようございます。リラックもありがとうございます。自分はいろんなところに塗りたくってる。え、なんかそれでニキビができるのも嫌だし、めっちゃ薄く、どっちかっていうと下地をしっかりめにやって、あとここと顎が気になるときは顎、りのちゃんは朝配信中に顔にスチーマー出てたねスチーマーはーってやりながらおはようってやるってこと、すごい。風船リラックもありがとうございます。お肌の水分量見てもらったことない、ない、そんなことをさせてもらったことないんだけど、もともと乾燥肌、混合肌っていうのかな、こういうの。風呂届けありがとうございます。リラックもありがとう。今日も可愛くて清楚ですね。ありがとうございます。ちょっと可愛いって言われるとなんか、うん、あ、そうなのかなって思っちゃうけど、あ、清楚はそうです、いつも通り清楚です。保湿のパックとか当てながらの配信やはだよ。え、そんな、そういう配信の方いらっしゃる？普段メイクにどれぐらい時間かかる？15分。混合肌一番むずい。そうそうそう。でもね、今あんまりだよ、鼻とかは。清楚は全力で受け入れる。そうなの。なんか可愛いって、その人それぞれじゃないですか。いつも、いや私なんか可愛くないですって私言ってるんですけど、あの私のことを可愛いって思ってくださる方もいらっしゃるかもしれないし、でも他の子を可愛いっていう人もいるかもしれない。だから可愛いはむずいんだけど、清楚はもう 100% 私じゃないですか。だから認めてる。バック配信見たことある。あ、本当？じゃあもう真っ白な状態で出ていいの？一回パックしたままオンラインおしゃべり会やったことある。え、強すぎ、強すぎる。え、いやいやいや、あの
清楚の解釈は人それぞれ違う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 。だってどう見てもどう見ても私が一番清楚じゃないですか。フル50歩完了ありがとうございます。誰もありがとう。私清楚のアイドル目指してるんで、目指してるっていうか、まあもうそうなんですけど、清楚はスイスイ、違う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 、あの子はあざと可愛いですよね。清楚は絶対私、フル私金する準備する、また後で、また後でありがとうございます。頑張ってね。セクシーも当てはまってますね。28分ありがとうございます。私にとって清楚、私仕事行ってくるのでまたね、ありがとう、頑張ってね。13位おみひろさんありがとうございます。12位まさ佐藤さんありがとうございます。11位音速の貴公子さんありがとうございます。10位ぼうちゃんありがとうございます。9位みみれパパさんありがとうございます。8位突破Qさんありがとうございます。7位だっちゃんありがとうございます。6位あべべさんありがとうございます。5位ひろいちさんありがとうございます。4位片山さんありがとうございます。3位たかたんさんありがとうございます。2位ゆうきさんありがとうございます。1位 N さんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。お仕事の方は頑張ってね。今日も一日私たち全員頑張ろう。またねー。ごきげんよう。